はいどうも、コミです。さて、本日はこちら、アニマルパークさんにですね、お邪魔をしております。で、このアニマルパークさん、レベル1のクランでどんなクランなのかなっていうふうに思った方もいるかもしれないんですけども、私が本当ですね、この YouTube を始めたばかりぐらいの頃からずーっとお世話になってるですね、ジャワンさんというアニマルパークコウさんっていう、クランのリーダーさんがいらっしゃるんですけども、その方が、クランのリーダーを引き継ぐということでですね、リーダー交代イベントということで、今ですね、私もお邪魔させていただきました。で、めちゃくちゃね、本当にいいアタックがたくさんあって、で、ちょっとね、選びきるのが本当やばかったんですけども、まあその中でも特にですね、本日は、ネクロマンサーに関するアタックを全部で何個だろうな、1、1、2、3、4、5、6かな。はい、お届けしていきたいというふうに思っております。で、今回やっぱりですね、いろんなその攻めがあった中でも大きく3つに分類されたんですね。ネクロマンサー、ドラゴン、ディガホグ、およそこの3つです。まあラバルもあるかな、まあその中にラバルも入るかもしれない、はい、なんですけども、まあ、これからの環境やっぱり自分の中でその吹いてくるんじゃないかなって思う攻めの一つがこのネクロマンサーを使ったアタックで、もうすでに結構頻繁に使われているんですけども、でさらに現在のタウンホール13においてはこれがより強くなるんじゃないかっていうことで、それをですね、皆さんと共に見ていきたいと思って、本日はまずこのネクロラッシュですね、見ていきたいというふうに思って撮っております。で、早速ですけどもね、1本目からいきましょうかね。こちらはエリカ姫誕生40自主規制祭すごいパンチの効いたクラン名ですよね、この相手のクランさんの名前ちょっとマジで笑っちゃったんですけどね、すごいなと思って。いや、こういうなんかね、皆さんクラクラやってる人ってなんか話変わりますけども、ちょっとこうひねりが効いてていいですよね、名前とかいろんなところに。もうそういうやっぱセンスがね、僕ないので、ほんと見ててね、みんなセンスいいよなとか思うんですけど、さあ行きましょうか。これですね、まずは1本目、クエイク4個を入れたネクロマンサーのいわゆるドバダシ系の攻め方になっていきます。で、もうシンプルに、こちら側今、アイスゴーリム出しましたけど、こっちからドーンとネクロをこう入れていくんですね。で、ここにクエイクの呪文を打っていく。で、この攻め方って、まあ、もう皆さん結構いろんなところで見てると思うんですが、本日大きく分けて3つ紹介させてもらおうかなと思っております。で、自分の中で、あ、なるほどと思ったポイントなんですけども、このね、タイプの攻め方においては、持ってる呪文がスケルトン6なんですよね。これ最初、なんでスケルトンなのかなってすごい分かんなかったんですけども、秘密は多分ここですね、タンゴールが起動した瞬間に逃亡をかけて、一斉にスケルトンを、これ、相手の、投石機の真下に打っていくんですね。こんな感じで。で、さらにシングルインフルの竹も取っていく。投石シングルっていうところに、一気にスケルトンの呪文をこう解放していくんですよね。あと、マルチャンインフルにもちょっと打ってたかな。で、こうすることによって、トーム中に、スケルトンだったりが、スケルトンだったりというか、自分のネクロマンサーが出したスケルトンがターゲット取ってるじゃないですか。なんで、その間、ターゲットが外れないじゃないですかね、防衛施設の。で、そうすると、呪文で出てきたスケルトンにターゲットが行かないわけじゃないですか、まあ、理屈上は。なので、その、呪文で出したスケルトンが実質無敵状態になって、厄介なシングルインフェルノとか、投石機とかいうところをガンガン殴っていくっていう、まあ、そういう、考え方なんじゃないかなと思いました。まあ、こう言うのは簡単ですけどね、実際やるのは大変だと思うんですけど、まあ、そういうことでやっていくと、今回みたいに、壁の隙間があらゆるところでこう空いてるんですよね、この村って。なので、まあ、実質そのウォールバスターでここの壁さえ開けてしまえば、あとはクエイクでドーンと穴も開けてるんで、もういかようにでもこうスケルトンが入っていけるんですね。こういうとこもこういうとこもここも入っていけるし、こっちからも入っていける。で、こういう風にやっぱ壁がめちゃくちゃ空いてる村っていうのは、クイヒーとかをそのうまく誘導するには難しいじゃないかとは思うんですが、一方で、こうスケルトンたちってその、ま、バーバリアンキングなんかもまさにそうですけども、なんていうのかな、遠距離じゃない近距離攻撃のユニットたちだから、普通にこう壁の隙間をスルスルスルっと行くんですよね。で、それによって、止まることのないスケルトンがどん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 奥まで入り込んで全部壊してくれるっていう、まあ、多分そういうことで村を選んでらっしゃるんだろうと思うんですけども、コーゼットさん、これはナイスアタックですよね。いや、うまい。ちなみに今回のですね、なんだ、対戦、ちょっとこれ見てもらおうかな。これです。
周吉さんチャンネルかな、周吉さん、ごめんなさい、ちょっと周吉さんか周吉さんか自分ずっと分かってないんですけどもとあと、シアター代表さんがですね、それぞれチャンネルで生放送しておりますので、そのリアルタイムでね見たいっていう方は、そちらの方もぜひね、ご覧いただけたらと思います。今回のそのイベントすごい YouTuber の方が多かったですね。そんなこともあってね、いろんな場面で盛り上がれたイベントだったんですけども、次行ってみましょうか。ですね、もう一つは、はい、これ、セナさんですね、を攻めた、このイチさんのアタック、これがまたね、やばいんですよね。スケルトンのもう強さが本当に、なんていうかな、もう、まじまじとその見せつけられるというか、なんか日本語おかしいですね。スケルトンの強さをこう、本当にね、実感できる、そんなアタックになってます。で今回のそのイチさんの、考え方でいうと、ジャンプの呪文2を持っていって、であとはスケルトンが、ネクロマンサーかが15体とすごい数ですよね。ここの隙間を狙っていきます。これ狙っていって、ジャンプインのジャンプを打って一気に、全体に行き渡らせると。やっぱりこの攻めをする上で重要なのは、ジャンプの呪文ないしはクエイクの呪文、あとはこうさっき言った壁の隙間等を使って、あらゆる防衛施設にネクロマンサーの遠距離攻撃が、届くような、形を作ってあげるっていうことがやっぱり大事なのかなと。まあ、いろんなですね、アタックも特にその、自分の中でその日本一このスケルトンというかネクロマンサーアタックうまいと思ってたのは、ジュンさんっていう DM さんの方がいらっしゃるんですけども、その方のアタックなんかだったり、そのクラメンのアタックを見てると、やっぱそうなんですよね。ネクロマンサーの攻撃が届かないような部分っていうのを絶対作んないっていうのが本当に、徹底されていて、今回のケースもそのパターンにはまってます。ジャンプの呪文、さっき言った2つのところに打つと全部の防衛にネクロの攻撃が、まあ、理屈上は届くんですね。この外周方もうまいですね。ネクロマンサー2体を添えてレベルマックスのペッカー、あとはビザードが10日弊社から出てくると、中心部に対してはもう完全にネクロマンサーがこれですよ。もうフリーズなど必要ないと言わんばかりの骨とネクロ。違う、骨とネクロか。なんかおかしかったな。はい。この2つがもう徹底的にですね、暴れまくります。これ本当ね、多分ジャンプの呪文ね、奥に打つとはずか、多分これ5タップしちゃったんですね。なんでもうタウンホールに向けて2個目のジャンプ放っちゃったんで、ここのイーグル区画にジャンプが打てなくなっちゃったんですが、これロイヤルチャンピオンがトース機器をこう壊してくれることによって、確かにね、スケルトンとネクロがこれ足止め食らってるので、本来ならこれトース機器のダメージで巻き込まれてやられちゃうんですけど、やられないんですよね。遠距離からの、複数攻撃施設っていうのが全く当たってないので、これ不幸中の幸いですよね。ロイヤルチャンピオンがトース機器を壊してくれたことによって、スケルトンが壁を突破するまでずっとネクロマンサーが生き続けた。でももうそうなってきちゃうと、逆に突破したら最後、もうとどまることを知らない骨の大群ですよ、これ。一瞬で今、ウィズトをぶち抜きましたよね。これはやばい。ということで、もう圧倒的なスケルトンとネクロマンサーのもう大群によって、圧勝という感じですね。これは気持ちよくないですか？こんだけネクロ残ったら爽快でしょう、これ。これはやばいね。はい。ナイスアタックでした。本当こんなようなアタックがゴロゴロあってですね、本当にもう選ぶの苦労しました、今回の対戦はですね。さて、次見ていきたいのはですね、34番、これですね、バーノーンさんのアタック見ていきましょう。はい。今回の、バーノーンさんの違うわ、サックさんのアタックです。さっきからめちゃくちゃ言い間違いが多いですね。ひどいな、申し訳ありません。今回はライトニング10発のクエイク2発、何をするかっていうと、投石機2個をクエイクライトニングで折っていくんですね。で、こうすることによって、タウンホールにもちょいダメージを与えておきます。これね、発想がほんとすごいので、なかなか真似できなそうに思えるんですが、ぜひですね、ちょっと、この考え方は参考にしてもらえたらなって思います。しっかりと相手のアーチャークイーンと、ロイヤルチャンピオンにも、ライトニングのダメージが入ってる。で、クエイクのダメージがタウンホールにも入ってる。ここら辺がミソですね。で、完全に逆方向から攻めていきます。で、逆から攻めていくんですけども、ゴーレムでしっかりターゲットを集めて、ネクロマンサーがやられないような形を作ってから、ネクロマンサー両脇展開。中心部にはアイスゴーレム2体プラスネクロマンサー残りですね。で、さらにここに、グランドウォーデンがなんと飛んでいると。これは真似できない。いやー、まさかの空ウォーデン。ただ、そいつもしっかりですね、別に黒風船を吸収することなく奥へ奥へと入っていって、トーンもしっかり使えてます。
バスターに、先導されるようにネクロマンサーとスケルトンが、奥へ奥へ入ってきますね。これもさっきのケース同じで、中心からは、中に入った、ネクロマンサー、外周は外を回ってる、ネクロマンサーがこう、しっかり防衛を壊してくれてるので、横打ちっていうのが非常に少ないですよね。面で押し上がってるのがわかります。で、これ、ウォールバスターでちょっと最終壁が開かなかったなと思ったんですが、なんとだからスーパーウォールブレイカープラススニコブが入ってたんで、ちょっとダメージが与えてあったこのタウンホールのダメージがここで効いてくるんですね。スニコブの無敵状態が解除される前に、数で、押し切ってしまえるぐらいの体力にタウンホールをしておいたっていうこの入念なやり方、いやこれはやべえなと思いました。よくそこまで考えたなっていう、保険の書き方が半端ないですよね。中央に入ったネクロマンサーと、あとは、アーチャークイーンが、しっかりと相手のラバーハウンドパピーを処理して、グランドウォールがここで黒風船を吸ってお役御免という形になっておりますね。両脇から迫ってきているネクロマンサーの、大軍というか、まあ、将軍か、別荘隊3体。こいつらが、最後の方までこうね、骨を運んでいってですね、最終アーチャークイーンで突破していくという形です。ちょっと今、巨爆にやられたのは、誤算だったかもしれませんが、最後までですね、アーチャークイーンがやっぱ生き残ってくれてるので、そうすると、少量の2体のこうネクロマンサーでもね、スケルトンでタゲ取り役はしっかり果たしてくれるので、そのまま押し切れるという形ですね。いやー、お見事ですね。この発想すごいな。パッと見なんかね、スケルトンが入っていくその、なんていうんですか、隙間、こういうところの壁の隙間っていうのがそんななさそうに見えるんですけどね。中央突破で、ちゃんとバスターがね、壁を開けてくれさえすれば、中と外からの波状攻撃でやれるってことをサックさんちゃんと、察してたんだなっていうところにもちょっと感動しました、これは。さあ、ここからはですね、今まではアニマルパーク側のアタック見てきたんですが、エリカ姫さん側のアタック3本見ていきましょう。まず、行きたいのはこれですね。平井心さんを、打っていった、ジュークさんのアタック見ていきましょう。これもさっきと同じです。クエイクとライトニングで、序盤にこのマルチインフェルノと透析機をまとめて折っていきます。はい、これですね。やっぱこういう風なことができちゃうと、あとは、この、ヒライシンさんの村の特徴、やっぱり壁の隙間がこう空いてるっていうのがありますので、そこにネクロマンサーをゴリゴリ刺していけるっていうことですね。いや、こういう風にやっぱり、ネクロマンサーって強えんだなっていうのがね、自分としてはあんまりまだ使い慣れてないんですけども、使っている人を見ると分かりますね。こんだけアタックがあって、ネクロマンサーで取ってる前回ってもっともっとあったんですよ。もう今回本当に全部開けたかったんですけども、それでも6本になっちゃうんで、尺の関係でもう泣く泣くこう切ってるっていうだけであって、本当にですね、こういうアタックが多かったですね。だからやっぱりそのスケルトンをちゃんと生かすためのその、工夫とか、あとはまあどういう村を選んだらいいのか、どういうふうにそれに対して攻めたらいいのかっていうところをちゃんとこうなんていうんですかね、知っておいて使いこなすその歌詞の本当ある攻めなんだなっていうのが、本当にいいですね。実感として湧いたようなそんなアタックたちでした。中央に入ってきたのがイエティですね。バスターの中に入ったのがイエティになるので、ペッカとイエティ、これでしっかりタウンホールを破壊しながら、後ろからはネクロマンサーですね。ネクロマンサーたち、これやっぱ足目食らっちゃうんですけども、さっきの2本目かなと同じで、ハイ攻撃がイーグル砲だけなんですよね。で、このイーグル砲のターゲットがネクロに向いちゃってるんですけども、ゴリゴリと押していきますれば、ここにウィストとかがあったり、透析機があったりすると結構痛いんですが、そういうのがないので、イーグル砲の攻撃のその、なんていうか、隙間時間というか、インターバル、これを使って、スケルトンが一気に壁をこじ開けていきましたね。ただ、やっぱり、イーグル砲の直撃を何発も食らっちゃったんで、ネクロマンサー本体は、中心部にいるのは落ちちゃったんですけども、今度は壁の外に回ってたネクロマンサーが大量にいらっしゃるので、こいつらが、もう完全にですね、外から射抜いていってますね。中央からはアーチャークイーンがイーグル砲を打ち、外からはこの大量のネクロの大群ですね。これはもう本当にこいつらが打ち抜いていくという格好になってます。いやーすげーなって。ネクロマンサーの攻め方って本当ネクロ3体ぐらい残るっていうのでもう十分だったりするんですけど、ユニットコストがそもそもネクロって高いので、なんですけどこれがやっぱ4体5体残っての全開っていうのはもうやっぱり余力があるっていう証拠ですよね。なんかね、際どそうに見えるんですけど、そんなことないんですよね。4体5体残っていればコスト的には60とかそれぐらいの枠を残しての全開になるんで、やっぱすげえなっていう感じが、そこを考えるとそう思いますよね。
さて、サティスさんのアタックですね。三毛猫みなみさんに攻めたアタックですね。関空の三毛猫さんです。三毛猫さんも今回ですね、スケルトンのご利用しで前回取ってるんですけども、ちょっとごめんなさい。三毛猫さんの上げたかったんですけども、せっかくなんで、ちょっと今回ね、カンクラメンバー以外の方のを上げていこうかなと思って、悩むんだけどね、上げたいんだけど、本当に。ちょっと今回はもう、せっかくこうイベントでね、お呼ばれして、撮影させてもらっているんで、すいません、ミケさん。で、ですね、これも、クエイクと、ライトニングで投石を追っていきます。何せ投石が怖いですよね、この、ネクロマンサーをたたすめっていうのは。で、投石でここを追ってるんで、グランドウォーデンで、しっかりとお手火をすることによって、ここのアチャ島と最後まで追っていくんですね。そういうことに、そうすることによって、ここを縦1ですね、こうしっかりカットして、出したネクロがもうジャーンとこっちにこう向かうように、ルートを作っていってます。間違ってこっちに逸れたりとかするとすごい厄介なので、束で進ませることを意識してますね。で、ここをネクロマンサーを登場させて、スーパーボールブレイカー持ってきてるんで、そいつで壁を開けて、シングルインフェルノの角に入れていきます。防衛軍と当たるんですが、スケルトンがいるので、意外とこれが、防衛軍のタゲ取ってくれたったりするんですよね。こんな形で、どんどん後ろから来るアーチャークイーンとネクロマンサーで、相手のスーパー、ガーゴイルも落としていく形と。で、タウンホールが起動します。結構これ痛いんですけども、ここでトームを使っていって、で、これで、そうか、ホグライダーですね。援軍で出てきたホグライダーとウィザードがしっかりタウンホールを落としてきましたね。これ多分、アーチャークイーンがワンチャン落とすことを狙ったんじゃないかと思うんですけども、トームによって無敵になっていたネクロやスケルトンがタウンホールのタゲをしっかり取ってくれてたんで、ギガインフェルノのタゲを。なので、そこに対して、後ろから来たその投下兵士のウィザードが全くダメージを受けずに、ここを、破壊していきましたね。タウンホールの破壊の仕方が結構、一見ちょっとリスキーに思えるんですけども、ホグライダーでも壊せるし、中央のネクロ、アーチャークイーンでも壊せるという保険の効いたアタックでしたね。で、あと残っているのは、ね、シングルインフェルノと、ウィズ島とか、そういった、ちょっとまだ、手強い施設はあるんですけども、まあ、シングルを突破しちゃえば、あとアチャクイが、ゴリゴリ行ってくれるので、ね、ネクロマンサーはちょっとね、ウィズ島厳しいものの、アチャクイとロイヤルチャンピオンで押し切るという形ですね。いやー、すげーなーって感じです。このやっぱりクエイクライトニング、オデヒからのネクロマンサーっていうのが、やっぱりその今、皆さん一番使っている形としては多いネクロアタックになるんじゃないかなと思うんですけども、見事ですね。さてでは、そろそろラストになっていきますね。見ていきましょう。最後です。ですね。はい、これ。コゼットさんを攻めたバーノンさんのアタックですね。これですね。こんな村にも、うわぁ、ネクロ刺さるんだって思いました。なんでちょっとこれはですね、最後に上げさせてもらったんですけども、回廊系ですよね。すごい多分今攻めたくない村の中でも上位に来る村だと思うんですけども、ここに対して、ライトニングクエイクによって相手のシングルインフェルノと投石機を追っていきます。マルチインフェルノが残っているところに注目です。まあ、この状態でどこの面から攻めるかっていうと、1時、12時3時面ですね。上側から攻めていきます。ゴーレムでタゲを取って後ろからネクロマンサー。このやっぱりネクロマンサー後ろから出した4体、それぞれ左右にいる4体が、防衛のダメージを本体が受けないようにですね、序盤で受けないように、もうゴーレムがこう、もうすぐ溶けちゃうんですけども、それぐらいこのゴーレムの体力を使い倒していってますね。後から出てくるそのゴーレムのミニゴーレムっていうんですか、こいつらも、まあ、結構な体力があるので、ネクロマンサースケルトンの、補助役になってくれますね。中央はジャイで一旦タゲを取ってアイスゴーレムも展開してからのバスターなので、このバスターもしっかりと中央に届く体力満タンでタウンホールにリーチしていくっていうところも見逃せないですね。こうなってくると中央に関してはイエティがしっかりとタウンホールを落としていって、両脇はネクロマンサーが展開されている状態なので、もう、左右からゴリゴリもうすりつぶせい系ですよね。すりつぶせい系の、なんかゴリゴリ攻めになってるっていう感じ。で、巨爆とかがやっぱね、ヒーラーがね、意外と痛いんですよね。こうネクロマンサーやっぱ2発食らっちゃうと、グランドボーデンついててもこれだけダメージ、体力がこんなになっちゃいますんでね。で、トームを使っていくんですが、ちょっと多分これはバーノンさん的には、巨爆のとこでトームが使いたかったかもしんないですけど、まあ、それでもですね、まだこれ、ロイヤルチャンピオン温存してるんですね、この状態で。すごいですよね。で、このロイちゃんを使っておそらく、ここのマルチインフェルノを見てたんじゃないかな、というふうに思います。上から下から、ネクロマンサーがどんどん進軍してきて、
ケルトンで相手のアーチャークイーンだったりをしっかり倒してから、怖いこのマルチインフェルノとミスト最後残ってるここに対してロイヤルチャンピオンでアタックしていくという感じですね。逆にこういうあの範囲攻撃っては単発のダメージが低いのでロイヤルチャンピオンががっつりこういけるんですね。まあ、ウィズト1本のマルチインフェルノ1本ぐらいだったらもうお茶の子さいさいでロイヤルチャンピオンが最後撃破してくれて、だいぶ巨爆を踏まされはしたんですけども、ネクロ1体なんですが安定した感じの展開に見えますよね。すーげー綺麗に取ったなーっていう感じです。はい、というところでですね、本日、このアニマルパークさん対エリカ姫誕生40、自主規制祭のね、イベント戦からネクロマンスアタックご覧いただきました。まあ、まとめていくと、今回はドバ出し系で、最初ゴーレム、アイスゴーレムでターゲットを取ってから、ネクロマンサーを展開するっていうパターンと、ライトニングを打ってグランドボーテンのオデヒ、それによって、ネクロマンサーがそれないようなカットをしてから入れていく、この2つのパターンが主に、ご覧いただけたかなというふうに思います。で特にそのドバッと出していく系に関しては2つの方法が大きくあって、1つはライトニングクエイクで透析機を2本とも折っていってからのドバ出しの形で、2つ目っていうのはスケルトンの呪文を使ってトーム中に相手の透析機を潰していく、ないしはマルチインフェルノ、シングルインフェルノを潰していくという形ですね。この2つをご覧いただけ、この合計3つの形ですかね、をご覧いただけて、もし何かこうですね、攻めのヒントになるところがあったら、自分も嬉しいなというふうに思います。もしね、参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、こんな感じで13の動画や11、12も、ね、これからどんどん上げていきますので、ご視聴また出ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。